冬の早朝の勝山町並保存地区の連のある町並地図勝山町並保存地区は岡山県真庭市勝山に所在する町並保存地区。1985年に岡山県によって県下発の指定を受けた。この地域一帯は、みまか勝山藩2万3000国の城下町として、出雲街道などの交通の要塞として栄え、白壁に格子窓、生戸壁の収蔵庫、 高瀬船の発着場跡など多くの歴史的資産が数多く残されている。旧勝山町により町並み保存地区整備事業が1986年から1990年まで行われた。中町の旧連邦電話局を京都資料館に改修。江戸時代の建築様式を伝える短築の武家屋敷、旧渡辺邸を武家屋敷館に改修。 中橋のガードレールを義木の欄干に改修するなど、歴史的遺産を構成に残し、観光資源として活用、街の活性化を図るためのハード整備を行った。1993年から1997年の2期事業では、のれんのまちづくりと呼ばれるまちづくり活動や、勝山のおひな祭りと呼ばれるイベントなどのソフト整備を行った。2000年から2014年の3期事業では、 町づくり交付金事業による生活環境空間整備と勝山文化往来館、騎士用の設置運営などアートによる町づくりを行い、町の歴史的遺産の保存と活性化を図っている。現在では NPO 法人勝山、町並み委員会が中心となって、地元の染色家による手づくりののれんが多くの軒先を飾っている。2017年12月17日に、 平成29年度勝山カレッジプログラム、勝山情報整備事業、ウィキペディアタウンインマニワアが開催され、そこで作成された、勝山町並保存地区へのウィキペディアリンクを示す。QR コードが、マニワ市勝山振興局勝山文化センター前の、マニワ市設置の、城下町勝山案内地図に重複されている。2018年現在、岡山県には、 町並み保存地区が8地区指定されている。以下の内容は、笹毛富吉氏の観光による地域振興の推進における地域行政体と住民の役割分担と、その連携要因旧勝山町における事例研究マイナスより抜粋。中橋から見た旭川岸壁の船着き場雪下化の勝山町並み保存地区、勝山お雛祭り1999年3月から、 始まった、勝山のおひな祭り。毎年3月3日を中心とする5日間、新町商店街から旧勝山庁舎までの約1キロメートルの範囲で約160軒余りの家やお店をひな人形が飾る。勝山県花団尻、勝山県花団尻は毎年10月19.20日に行われる。夜には約2トンから3トンの団尻が真正面からぶつかり合う。 岡山さん、横断尻祭りの一つ。毎年11月の第1日曜日に、勝山文化センターで開催される、紅葉の季節のイベント。2万3000国路太鼓の演奏、よさこい騒乱踊り、餅つきや餅投げなどで賑わい、地元特産品の販売が好評である。2013年度にスタートした、勝山町並、体験クラフト市。毎年11月下旬に開催している。 ワークショップを通じて本物の手仕事が体験でき自分のオリジナル作品を作ることができる。ウィキメディアコモンズには勝山町並保存地区に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。